だけどね。いや、ちょ待って。いや、決めてるよ。いや、ちょ待って、それはさ。言いづらいよな。わあ。まあ、ずっと来たよね、しんどね。最近だったじゃないけど、この5年ぐらい。だね。チュンと無糖とかと、もう目が合う回数が多分違かったよ、多分。うん、めちゃくちゃ合ったよ。じゃあ一番最初、じゃあ質問コーナーね。なぜマリノス相手に1点も取れてないのか。俺これ初めて聞いたんだけど。いや、ちょ待って。いや、決めてるよ。あの、レッツの時は決めてないかもしれない。鹿島の時は決めてるよ、めっちゃ。そうなのね。うん、決めてる、決めてる。でも決めてるのね。まあ、この人はそのマリノス相手になんで取れないのかっていうのを。ああ、うん、逆に教えてほしいよね。なんで取れないのか。でもさ、チュンも俺もさ、フォワードだからさ、自分としては得意、不得意、どうでも感じないんだけど、でも結果としたら、あの試合はやっぱ、あそこで当たる時はやっぱ取るよなっていうのあるよね。いや、ある。あれ不思議だよ。ベガルタとかでしょ、心臓の場合は。まあまあそうだね。仙台とか、意外にこう、F 等とかもなんか取ったりとかするんだけど、俺的には別にそんな思わないんだけど、ふと結果だけ見たら、あ、ここで決めてんだなっていうことの方が多いよね。だからまあ、マリノス。だからとかじゃないんだよ。苦手っていうわけではないんだけど、まあ結果としては、やっぱ点決めてないからそう言われてるのかなっていう感じだよね。なんか気づいたら何十点取ってました。そんなもんだよ。そうだね。心臓だ、チリーグ何点取ったよ。140点。100、もうすぐ50ぐらいにぐらいかな。すげえな、マジで。いや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 、リーさんのおかげですよ。バカバカバカ。おかげ10点ぐらいしかねえよお前。楽しかったあの時が。まあ確かにね。本当に、まあ、なぜマリノス相手って、まあそんなもんだよねって、フォワードってそんなもんだよねっていう感じ。まあまあそうだね。またこれ結構一番多かったやつ、浦和に帰ってくる、来ますか。いや、ちょ待て、それはさ言いづらいよな。今やっぱ札幌だからさ、やっぱそれをなんか帰ってきますって言ったら、やっぱり札幌側にはやっぱ失礼なことだと思うから、俺は今札幌のために全力で頑張ってるから答えは言えないよね。でも結果としてこれから分かってくるんじゃないかなっていうぐらいで、まあ俺としてはやっぱりお互い愛してるし、今いるやっぱ札幌を今一番考えてるから、後々それは分かってくることかなっていう。心臓らしい答えだなと思って、けどまあこれが一番多かった質問で、うん、多分心臓こういうだろうなと思う質、あの答えだったからさ、っていうのそのさ、うん、心臓と素直でバランスがいいよ、うん、サッカーとすごく私生活が直結してるなと思うのが、心臓の小野伸二さん、うん、あのサッカーの仕方ってこう私生活のトークとかでも間合いを持ちながら雑味がないみたいな感じ、この人がすごい気持ちいいみたいになるじゃん、うん、でも伸二さんとか俺今札幌でさ一緒じゃん、みんながこうゲームしてる時に、しんじさんと俺ってもう札幌ではまあなんかちょっとベテランだからさ、だからちょっとこのゲーム外れて外からちょっと見といてみたいなことがあってさ、こうなんかしんじさんと一緒見てて、いやーそこはああいう風にするんだよなとか、こうボソって言うわけよしんじさんとか、それがすげえ俺的には勉強になるわけよ今の心臓でも。うんうん、なんであそこでああいう風にするんだろうとか、うん、なんかボソボソってやっぱしんじさんサッカー大好きだからさ、独り言じゃないけどボソボソって言うのよ。それ俺横にいて聞いてるからさ、新人さんはこういう時こういう風に感じてんだとか、今俺すごい勉強になってるからサッカーに対して、すごいよ。例えば具体的に言うなら、うん、どんなこと。パスやね、どっちか言ったらパス、回転のかけ方とか、タイミング、まあ、回転のかけ方じゃないけどタイミングだね。タイミングとかシュートの、いやそこはシュートじゃないみたいな、絶対入らないシュートなんか絶対打つなみたいな、わかるでしょ。絶対俺らでもさ、シュートで絶対入んないシュートでも無理やり打つ時ってあるじゃん。そういうのは絶対打っちゃダメだとかさ、やっぱ小野伸二だった、言葉が出ないぐらい見えてる景色が違うの、感覚が違う。違う違うよ、いや心臓だっていろんな人やってるじゃん、なまあ陽介とかね、三沢さんとか小沢さんとかさ、うん、いやそれを別格中の別格なのね。まあ全盛期じゃないじゃん伸二さん、うん、今は今でもすごいと思うから、もっとすごかったんだろうなって思うわ。もうほんとセンスの塊ね。センスの塊だよ。今後のキャリアをどうするんですか。監督になりたい。おー、まあずっと言ってたよね、しんどね。最近だったじゃないけど、この5年ぐらい。だね、もう、自分的にはもう、試合で監督の構想外になったら、俺はもう違う仕事をしたいっていうのが自分の中でずっとあって、もうチームのために何もできないと思ったら、やっぱ次の人生を歩みたいっていうのがあったから、俺はだからもう、すぐにでも監督やりたい。例えばじゃあ、まあ監督になるってどんなサッカースタイル？超攻撃型。言うならばこの監督スタイルっていうのがあんの？ミシャの戦術をちょっと勉強したいと思ってる。あの攻撃的
なサッカーで、俺とかやっぱチュンもそうだろうけど、やっぱりあのサッカーってハマればめちゃくちゃ楽しいじゃん。あのやってる側も楽しいじゃん、見てる側も楽しいって思うのよ、うん、そういうサッカーをやっぱりしたいから、ミシャみたいなサッカーをしたいかな。海外サッカーとか見るの？見ない見ない監督になるなら見ろや俺結構ね、試合前とかさ、よくさ見るじゃん、誰が何してるみたいな。音楽とか見れば、うん、ムービー見るし、ネットフリックス見てる人もいるし、人道とか過去の動画を見るじゃん、うん、ああいう過去の自分のプレーは見るけど、他の選手とか他の海外チームのサッカー見ないとか。絶対見ないとか、全然見ない、興味ない。なんでなの？それなんで？なんか悲しくなるじゃん、海外の見てたら。あのその感覚すごいね。何、悲しいってどういうこと？レベルが違すぎない？もうスピードにしろ、全てにおいて、技術において手が届かないってなるもんな。うんうん、なるなる。全然こいつより俺の方がうめえだろうなってないもんなあるあるよあるよ。なんかいや、じゃあバルサとかさ、レアルとかさ、うん、なんかもうそういうなんか有名なチームしか見ないからさ、俺はそういうの見てはあーってなるもん。確かにベンゼマとかのああいうさプレーとか見てるともう凄まじいもんね。うん、凄まじい本当に。やっぱ自分日本人じゃ無理よ、日本人じゃ無理よ。けどまあソン・フンミンとかすごいよ今ね。まあそうだね。じゃあコオロギ監督はディフェンス教えれるの？いやだからそこないよ。だから俺はもうディフェンスはディフェンス専門で俺はコーチで雇う気。それはだから俺はもうあの時強かったマキー、モリー、後ろで言ったらまあ渡るとか那須大輔とか、まあ阿部ちゃんとかはどれかを俺が監督になったらコーチで雇いたい、ね、でキーパーも周作、周作はもう俺契約してるからあいつとは俺が監督になったらお前あのキーパーコーチでここいよって言ったらあいつが来るって言うから、あいつはもう契約してるから。契約済みなのね、すごいね。それ契約済み。いやもう周作多分今これ見てるから、うん、周作なんか契約したってもう全国流れたからねこれ。そうだな、確か俺もし監督やるって言ったら絶対ディフェンス教えられないから無理だよストライカーって。いや無理無理、うん、脳みその作りが違う、うん、ディフェンスラインで相手がどうかっていうのとかさ分かんねえもんな。だから逆に言うとやっぱフォワードとかストライカーの考え方ってみんな言うけど教えてくださいみたいな、あそれはスペシャルだなと思うもん。サッカーが上手くなるコツ、俺的には相棒を見つけろだけどね。おーパサないし、コンビネーション。まあパス、まあそうだね。ちっちゃいことなんだけど、そこで俺はこう動くけど、そこ合わせてくれるような人とか、試合やってわかるんよ。もう目が合う機会がやっぱ多いんよ。俺はこういう風に動くけど、お前はちょっと今どこにいるかってこって後ろ向いた瞬間に、お前もやっぱ俺と同じでそこにいるんだみたいな、なんかちょっと俺が出したいとこにいるんだみたいなさ、すべてをなんか受け入れてくれるような人が一人でもいたら、絶対なんかうまくいくだろうなとは思うんだよね。自分が輝くコツはパートナーを見つけること、とにかく。そうだね、絶対そうだと思う。特に、まあ、俺みたいに動き出しでどうにかしたいタイプの人は絶対相棒が必要だから。